いや、何考えてるか分かんないし、まあ、一緒に行って楽しいんですけど、何考えてるか分かんないです、本当に。時間に余裕を持ちすぎて焦る人です。大体この時間でいいだろうと思って、余裕を持って準備をしていると、もうあと5分だと思って、急いで家を出るんですけど、そしたら渋滞にはまり、そういうことを計算に入れず自分の思い通りに全てが行くものだと思ってるので、なんか後々後悔することが多いですね。2つあるんですけど、1つはなんでそんなにお花が大きいですか。親に聞いてください。僕は知りません。25年間この花で生きているんで、親に聞いてください。鼻隠すしかないじゃん。もう一つは、物事を喋るときに、まあちょっと早口すぎて、何を言ってるかわからないっていうのが、まあ結構頻繁にあるんで、何を焦ってるのかっていうのを、まあ聞きたいですね。あと、木村と大石ですね、には何言ってるかわかんないよってよく突っ込まれるんですけど、しかもヒーローインタビューの、YouTube か、を見てみろって言われて、見たときに自分でも何言ってるか聞き取れなかったんですよね、あれ、下の文字が出ないと。そんくらい早口だったんで、ちょっとゆっくり喋ろうかなって意識はしてるんですけど、口は動くけど、下が回ってないんですよ、ね。で、多分聞き取りづらいのかなと。千葉ロッテからそのまま大阪に移動っていうときに、マネージャーからチケットをもらって、そのチケットを ありがとうございますって言ってポケットにしまったのはいいんですけど、それがジャージだったんですよ。ジャージを脱いでいざスーツに着替えました。でジャージをスーツケースに入れて送ったんですけど、今品川駅に着いたらチケットがなくて、せっかく球団が用意してくれたチケットなんですけど、自腹で大阪まで行くという悲劇に襲われました。向こうに着いてジャージのポケットに、はい、あやっぱりねみたいな。生まれ変わったらですか、サッカー選手。なんかサッカー選手ってかっこいいじゃないですか。なんか全部がかっこよく見えるんで、生まれ変わりたいな。なんか野球選手はごついってイメージじゃないですか。本田選手とかかっこいいじゃないですか。だからなんかああいう感じになりたいなっていうのはありますね。今シーズン入ってなかなか買えない漫画をコンプリートしたいなと、はい、思ってます。囚人陸っていう漫画とか、ウロボロスっていう漫画とか、モグラの歌も面白いですし、で今日からヒットマンっていう歌も面白いですし、ゼットマンも面白いですし、あと初めの一歩を一回大学の時集めてたんですけど、後輩にあげちゃったんで、それもう一回集め直したいなっていうのもありますし、テニスのおじさんをもう一回買いたいなっていうのもあって、いやもうありすぎますね。結構何かとリアクションでかいのと、すごい顔に出るんで、そのリアクションの大きさが顔に出るからすごい面白い、なんかリアクション芸人みたいな感じなんで、はい。とこの人はよく嘘もつくんですけど、どうしてそんなに平気な顔で嘘をつけるのか知りたいです。ぜひ教えてください。先発陣も踏ん張ってくれているので、そこでリズムを崩さないように精一杯これからも投げたいと思うので、熱い声援をよろしくお願いします。